これを今日の昼飯にしてみよう。やだ、別のパーティーがあそこで朝食作ってんだよ。羨ましい。それは体が油を欲しがっているせい。魔物食べたくないだけじゃ。ファリンを助けるためなら何でもするって言っただろう。魔物を食べるとは言ってない。サソリ鍋か。しかしそのやり方には感心せんの。姿や鳴き声、どんな生態をしてるのか、そのうち味も知りたくなった。でも妹を助けたい気持ちに偽りはないんだ。とっとと行くぞ。はい。準備はいいか。おお、よっしゃー、行くぞー。ありがとうじゃ足らなくて、それ以上ならなんだっていい。ただき魔物は危険なものだ。魔物の本心は絶対に気づけない。またダンジョンに潜ればこのうまい飯ともしばらくお別れか。一月も潜ってる人たちはどうしてるんだろう。お前城のものではないの。やっぱり絵に描いた餅じゃん。俺たちがレッドドラゴンを倒す。レッドドラゴンを料理するのは長年の夢だったのだ。俺は絶対食わないからな。早くパリンを助けに行かなきゃ。よし行くぞ。こいつは生き物だ。だったらいくらでも倒し方がある。そして食える。